こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、比較的リーズナブルな広角レンズとして非常に人気のあるエルマーの 35mm F3.5 のスクリュータイプになります。はい、ご覧の通りですね、エルマーのですね 35mmF3.5 ですね。よ、はい、はい、このようにですね 35mm なんですけれども、このエルマーのですねポピュラーな 50mm のレンズ、振動タイプをこう振動させたような形が特徴のレンズですよね。はい、でちょっと見にくいとは思うんですけれども、フロントのレンズ、こちらはおそらくではありますけれども、ノンコートじゃないかなと思いますね。写真撮ってもこう肉眼で見てもですね、あのコーティングのこの色が見えませんでしたので、ノンコートのバリエーションと思っております。シリアルが470456ですので、1938年ですね。かなり年代もののオールドレンズということになっております。年代物ではありますけれども、かなりご覧の通り綺麗な状態で、良品ですね。はい、では、外観から見ていきます。外観はご覧の通りですね、シルバークロームメッキで、状態は摩耗や傷、へこみ、歪みなく綺麗な状態です。はい、こう全体的に見てもですね、強くぶつけたりどこかに落下して歪んだりした痕跡は認められないですね。はい、メッキも剥がれたりして真鍮が見えたりするようなこともなく綺麗な状態です。はい、マウント部も綺麗ですね。マウントはご覧の通り、バルナックライカ用のこのスクリューマウントになってますけれども、LM アダプターというアダプターですねをご使用いただければ、ポピュラーなライカ M 型ですね、 M3、M4 のようなオールドカメラからなんか M8、M9 のようなですね、デジタルカメラにも現役で普通にご使用いただけるマウントになっております。はい、でレンズ、はい、ご覧のようにですね、擦れ傷、引っかき傷など前玉、後ろ玉ともに見られずに非常に綺麗なレンズの状態を保っております。はい、中玉にも曇り、カビ、バルサム切れなどは見られずに、かなり抜けのいい状態を保ってますね。チリ、ホコリが、ゼロではない程度にちょっと肉眼でも見えますが、画質には影響ないものと思ってまいります。はい、念のためですね、全体的な分解、整備、清掃、調整をですね、ご希望いただける場合は、オプションからお選びいただければと思います。はい、絞りは軽快に動作してますね。ご覧の通り、はい、絞りバネにも油のにじみとか羽の痛みもないようですね。はい、こう軽く動作してますね。ピントヘリコイドも軽く滑らかに動いてますね。このグリス切れのスカスカ感とかですね、固着して動きムラがあったりもしないですね。無限ロックもきっちりと効いてますね。はい、付属品がこちらのリアキャップ。メタル製のものですね。それと、こちらのプラケースですね。黒いプラケース。これがライカ純正のものですね。これもなかなかレアではありますね。はい。エルンスト・ライツ・ウェッツラー。はい。ジャーマニーですね。はい。35mm。エルマー用ですね。28mm のヘクトールにも使えるよという感じになっています。はい。はい、ということでですね、大変いい状態ですね。年代物ではありますけれども、かなりいい状態で保管されておりました。エルマーの 35mmF3.5、ノンコートバリエーションでもって、この黒ケース付きということになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。